久しぶりですね、ビオレ。何しに来たんだよ、ノワール。今後はノワールではなくディアブロと呼ぶように。まさか名前を？ち、一体どこの物好きが羨ましいですか、ビオレ。同じ最古の悪魔でありながら、あなたには名前もありませんからね。うるさいな、自慢はいいからさっさと要件を言ってくれない？ラージャ昭和国のことで聞きたいことがありましてね。あの国の湖に魔法陣を仕込んだのはあなたですか？はあ？なんで僕がそんな面倒な真似をしなきゃなんないわけ？っていうか、なんで君がそんなことを気にするのさ。教えてやってもいいですが、あの国から手を引くのが条件です。嫌だね。なぜ？だってあそこの家系は僕のお気に入りだからね。お気に入り？あれは数十、数百年ぐらい前かも。お願いされたんだよね。お願い？ってわけ。つまり何代にもわたって苦しみ悩む様を楽しみたかったということですか？だってただで力を貸すわけないじゃん。慈善事業じゃないんだし。トワちゃんって言ったっけ、今の女王。すごくいい子みたいじゃない？呪毒がいい感じに馴染んでるみたいだし、もうそろそろ依代として完成すると思うんだよね。トワちゃんの次か、その次ぐらいの子が狙い目かな。正式な契約だったと、そうは思えませんでしたがね。配下に問題を起こさせて、ティアラを使わざるを得ない状況に追いやっているのでは。何なの、僕を侮辱する気？事実を述べているだけです。まあいい、お前がラージャ昭和国から手を引くなら私からは何も言わずにおいてやろう。は？どうして君の言いなりにならなきゃならないのさ。この私がこうして丁寧に頼んでいるのに。どこが丁寧なんだか。